普段されてる、まあ、撮影というかと、まあ、今回違ったところみたいなところってありましたか、浜辺さん。そうですね、やっぱり縦型ということで、その縦で の, あの映像 の, その躍動感とか、その表現の仕方とかの、あのそのカメラの動きはちょっと独特のところがあって、現場ではその映像とかそのどういう風になっているのかモニターをあまり見ていなかったので、完成したものを見て、あ、こういう風になってたんだって、すごいあのカメラの動きだったりとか、あの視点の合わせる方がこっちから奥に広がったりとかして、とても面白いなと思いました。今回演じた、光と水木はあの半地下で暮らしていて、上の階の住人から仮暮らしをしながら暮らしているという、ちょっと不思議な設定の女の子2人の暮らしだったんですけれど、普段見ている世界とはこういう役柄を演じると些細なその輝きに気づけたというか、なんかちょっと咲いているお花だったり風の匂いだったりとか、空の青さにすごく、日々暮らしている時よりも輝きを感じて、とても新鮮な視点で世界を見ることができました。とてもあの、水木ちゃんともあのいい空気感の撮影ができて、とても楽しかったです。では最後に浜辺さんお願いします。はい、映画はお客さんが見てもらってやっと完成するものだと思っています。それがこう TikTok というものを通すことで、たくさんの方のもとにあのすぐに気軽に手軽に、届くことができるというのは、とても作品を作る側としてはとてもありがたいことだなと思っています。夏2人もう夏は終わりかけではございますが、あの輝く夏の、眩しさを思い出させるような、いつでも思い出せるような作品になっているかなと思います。やっぱりこの気楽にたくさん手軽に見れるというところで、ぜひ、お知り合いの方、お友達にお勧めして、たくさんの方に見ていただけるととても嬉しいです。素敵な作品の第一歩に私自身関わらせていただくことができて、とても嬉しく思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。